こんにちは、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。今回のモデルさんを、時短パーマでちょっと、パーマをかけてですね、あと軽く長さはちょっとモデルさん切れないので、カットは毛量調整をちょっとしてですね、今もうすでに時間がちょっと遅いので、1時間ぐらいでパーマ終わらせようかなと。手を抜くわけじゃなくて時短パーマっていう方法があるんで、それでやっていきます。ソギがちょっと入っててパーマかかんないんですよね。全然今までなんだっけ2回かけて、かけ直し、かかなかった。はい、かかんなくて、はい、1週間ぐらいでもう1回かけ直しって。はい、それでかかった。そうです。ああ、結構ずっと最近はかけてないんですかね。かけてない。結構かかりづらいかもしれないですね。そしたら今回はそれを短時間で、ちょっとやっていこうと思うんで、はい、そういう方法、通常のパーマで、うちいろんなパーマがあって、ドライングパーマとか、デジコアパーマとかちょっといろいろあるんですけど、今日は、オーソドックスな時短パーマ、普通のパーマですね。それで対応していきたいと思います。ちょっと中間ぐらいからウェーブが軽く出るようなスタイルをちょっと作っていきたいと思います。はい、でまずちょっと毛量調節を先にして、それから、とにかく時間があまりないので、急ぎます。はい、で、まずカットなんですけど、これから、成人式あるので髪の長さはあまり切れないので、はい、もうそういう場合は大体10分ぐらいで切っちゃいます。頭ちょっとマスクします。まずここのカットラインがちょっと綺麗じゃないんで、ここを分かりますかね、前の方にこうひねってカットしていきます。ちょっと急ぎ目なので、今日のは説明ちょっとあまりないので、皆さんなんかイメージの中でちょっとやってみてください。これこうやってやるのは内巻きに入るように、こう襟足の毛を、ね、引っ張ってきて、こっちに入るように切ってます。で、構えがちょっとこういうで、サイドも切っちゃいます。サイドは若干軽さがこの辺に出てるんで、基本的に重い A ラインのカットラインなんですが、僕が見た感じ、モデルさんの希望のやつが、ちょっと段入れます。トップに下の長さのレングスはあまり切れないので、トップに段を入れます。サイドを、持ち上げて少し、これはこうですね、展開図でいうとこういう感じですかね。この方が分かりやすいかな。展開図で切っていきます。真上に引き出して、今どこに引き出してるかっていうと、ここですね、はい、黒目の上です。ここに引き出していきます。簡単なカットですね。で、反対のセクションを切っていきます。ちょっとくるくる回しますけど、悪くならないですか、大丈夫ですか。はい、で、ここも軽いんで、ここの軽いところを取っちゃいます。はい、で、左右の長さが合ってるかどうかを確認します。今度はバックですね。この、三つ襟のここですね、この耳のついてるところから下は、これは重さになりますから、ここは取らないようにして、ここですね、この辺を、これを前上に上げていきます。この方が見やすいですかね。このまま大きいコームでですね、上に持ち上げて、さっきのラインとつなげていきます。あまり切るとこないと思うんで、バックの方は基本は A ラインで切ります。鏡見ないとちょっと分かんないです。ちょっと切りますか。
で、これバッグに流すんですね。で、アウトラインは本当そのまま落ちる位置でカットします。余計なことはせずに、ちょっとこれ分かりますかね、このまま上からイングラを作って、カットラインが今ちょっとねガタガタですので、ここをきれいにしていきます。これできれいに切れてますよね。エングスは諸事情であまり切れないので、このような感じで切っていきます。はい、今度こっちですね。つむじに対して、一本の線が引けてるような感じで切っていきます。はい、もう余計なことはしなくて大丈夫ですね。で、このまま全体を切っていきます。で、サイドはあんまり引っ張っちゃうと上がっちゃうんで、サイドは優しくやっていきます。で、鏡を見ながら、右側が多分今若干何ミリか長いんで、そこを丸く切っていきます。ちょっと鏡見ないと分かんないんで。で、毛先の束感を作るんですが、あんまりそぎをたくさん入れちゃうとあれなので、ちょっと浮遊感がちょっと出るぐらいの感じでいきます。多分こちらのモデルさんの場合、そぎ方がスライドカットとかだと結構膨らむと思うんで、量感がちょっとパーマかけると膨らんじゃうんで、量感が膨らまないそぎ方でいく必要があります。で、本来だったら量多くなかったらこういうふうにスクラッチカットっていうのでそいでいくんですが、モデルさんの量がちょっとこの辺が膨らみそうなんでパーマをかけると、なので量感を本当に落としながらすいていく、ちょっとだけすく必要があるのでそうします。本当に毛先だけですね。で、この8から8とボンドクボをつないだ下は、サイドはね、あんまり僕そぐの嫌いなんであんまりそがないんですけど、このボンドクボよりちょっと上のあたりとか耳後ろって重さがたまりやすいんで、ここを縦すらに取って、分かりますかね、多分もうカット終わってるんですけど、本来は喋りながらやってるんでちょっとあれです。ここを縦に取って、毛先5センチぐらいを、これペンシルシザーってやつなんですけど、このペンシルシザーで、毛量を取っていきます。この時はパサつくので表面の毛をなるべく残すような感じでやっていきます。ちょっとやり方をお見せしますね。ペンシルシザーはなぜボリュームが取れるかっていうと、束感出ながらボリュームが出せるんですよね、これ自体が。でスライドカットとかだったら短い毛がこう入っちゃうんで、それから起こしてしまったりとかで動きは出るんですけど膨らんでしまうっていうことがあるんで、ボリューム感出さなくて束感欲しいときはこのペンシルシザーのやり方でやります。でサイドはお客さんから見える位置はあんまり入れちゃうとパサつくんで入れません。で、あとここの耳のボンの首より下のベースラインはあんまり入れると安っぽくなっちゃうんで、ここは入れません。本当に毛先だけですね、っていうような感じで入れていきます。パーマをかけるときは本当にボリュームを抑えながらやっていかないと結構困るんで、あんまり根元の方まで入れないっていうことですね。はい、ちょっとこちらこの辺取っていきます。で、この耳後ろはねすごく重いので、この辺はちょっと取ります。で、なぜ縦スラで入れてるのかっていうと、やっぱり上からかぶる毛を残しておいて肌つきを取るという感じです。真横にショートだと入れちゃうんですけど、そうすると横に広がって動きが出るんですけど、パサついて見えちゃうんですよね。なのでなるべく
毛先だけをちょっと遊ばすくらいの感じでやっていきます。はい、サイドはあまり沿わないようにしましょう。で、ある程度、軽くしましたら毛を動かしてみて、束でこう見えてくると思うんで、実際どこが重いのかっていうのを実際に毛を動かしてみましょう。で、重い部分をちょっと動かしてみて、あ、ここ重いなっていうところがあれば毛先ちょっと取るぐらいですね。それで、パーマかけた時の浮遊感をイメージしていきます。はい、で、ここ前髪なんですけど、でこっち側短くするから、はい、前髪ですね。この、これ最近やってるのがここに指を挟んで最後まで開閉しないショーバルタンの切り方になります。でどういうふうに切っていくかというと、こっちの場合はこういうふうに切っていきますね。上から毛を持ってきて繋いでいきます。これ逆にパツってなった方がなじまなくていいんですよね。髪、この前髪なじまさない方が可愛くなるんで、絶対モデルさんにも多分すごく合ってると思うんで、今回は。今回のモデルさんすごくいい感じの前髪 の油分とかが毛髪のちょうどいいので、結構いい感じになりそうですね。だからちょっと T2 でやろうと思ったんですけど、これはもっとブランド生かした方が多分この子は似合うと思うんで、 T2 セニングでここをまっすぐ前髪だけ入れようと思ったんですけど、やめまして、このパネルを縦に取って上から取ります。でここをえぐってる方でブランド入れちゃいます。わかりますか。で前髪を角を取っていくんですね。でアシメトリーにしたいってことなんで、こっち側あまり取っちゃうとダメなんで、ちょっと不揃い感を出してきたりとかして、まあ、このように束感を出しながら、ちょっと短くしました。まあ後でまたパーマの後にちょっと調節するかなっていう感じですね、前髪の方。なんか前髪もっと増やしてみようかなって感じがするんですけど、ね、どうですか、増やさない方がいい。ちょっとここさ、分け目、なんか分け目がすごいここ気になるんですね、僕。なんでちょっと無理やりですけど、ここいい、なんかこの分け目のところで、皆さんこれ分け目のところを切るのって真剣に切っちゃうと絶対上つながりすぎてここら辺短くなっちゃうんで、ダサくなっちゃうんで、本当必要ないとこ切らないんですよ。でどうやるかっていうと、この分け目のところをと前髪をただつなげるだけですね。ここをもうつなげちゃいます。ごめんなさい、切っていただきます。それつなげて、ちょっと今形があれですけど、センターだけでいいんですよね。僕は余計の時がなくて。で、また出てくるんで、それをちょっと調節して切ります。ってな感じですね、カットは。で、パーマ入ります。はい、で、これから、パーマをかけていくんですけど、基本的に
一度濡らしてもいいんですが時間がないのでそのままやります。でアフターシャンプーなんで基本的にうちの方はでこのままかけます。こうしないと時間が、かなりロスっちゃうので浸透剤をまずつけますね。薬剤に関しては言える部分は言えますが言えないところはちょっと言いません。この浸透剤は今日の撮影が、終わりました。今日は、1時間パーマということで、今日、協力していただいてちょっと短い時間でしたけれどもありがとうございました。またお願いいたします。ありがとうございます。はい、またハイヤマカシの、動画皆さん見てください。ありがとうございます。ではありがとうございます。